こういう模様を染めるときに型紙っていうのを使うんですね。で、型染めっていうんですけど、今結構西洋、ヨーロッパ、アメリカでもね、こういうことをやってる人増えてるんですけども、日本がもともとですかね、型染めは。で、こういう布の上に型紙を置きまして、で、もち米の糊をこうつけるわけですね。そうするとそのもち米の糊のついたところが染まらなくて、白く残るっていう。この柄は、狂言とあります。能狂言の狂言、狂言で肩絹っていう服っていうか着るんですけども、それの背中の模様 で私もずっとやりたかったんですけどね、今年の冬は雪が降らなかった、いろいろ最近ねイベントがキャンセルになってるんで時間があったんで染めてみたんですけども、これも伝統的なデザインですね。前から好きでね、型紙はもう 2,3 年前にね彫ってあったんです。でもなかなかできなくて、今年はその雪がなかったせいでできたんですけど、ここにある藍染めのタペストリーが板締め絞りっていう技法なんですけども、これをするときは布をこう蛇腹っていうか折りまして、で両側からこういう同じ形の板で挟むんです。そうするとその挟んだとこが染まらないんですね。でこういう模様が、その丸い模様は何ですか？これは面白いんですけどね、クランプっていうか木工なんかするときにこう締め付ける道具があるんですけど、それで挟んでるわけですね。でその先っぽが丸いんで、こういう形。2年前の豪雪で折れたアスワー川の桜の枝です。それで染めたストールがこれ。だちょっと茶色が強いっていうかね。でこれは江戸彼岸桜ってお花が咲きかけてるんですけど、日本の薄墨桜ってあるんですけど、巨樹っていうかすごい桜で大きくなる木、それは大体このみんな江戸彼岸桜の系統らしいです。でこれと大島桜っていうのをかけてソメイヨシノ桜ができたらしいんですね。でうちはこの基本的には江戸彼岸桜で染めてます。それから枝を切る時期もありますんで、もうとにかく花が咲く前ですから、これはみんな2月にだいたいうちでは切って、で煮出して染めるんですけどね。だからお花に行く色がまだ枝に残ってる時に切って、染めるっていうことです。これは鉄で処理してるんですよね。だからグレーになってるんですけど、でも最初液につけるとピンクになるんですよ、やっぱりこういう風にね。それから鉄でグレーにしてるんで、まあグレーだけど中にピンクの色が残ってますんで、私大好きなんですけど、桜ネズミって、これはいつ見ても綺麗で、本当に濃い藍もいいんですけど、この藍の生葉染めって生の葉っぱで染める、まあこのグリーンっぽいのもそうなんですけど、ここからこっちですね、7月8月9月の初旬ぐらいまでかな、藍が生の葉っぱがある時ですね。ちょっと初めての試みです。いつもこの柿渋で染めてから藍をかけるのしかやってなかったんですけど、岡本さんがなんかグレーもいいんやないかとか言ったんでね、ちょっと今回初めてやってみたんですけどね。これはだからさっきの柿渋でちょっとこう茶色っぽいようなとこがあるんですけど、そこは柿渋がついてたんです。でその上にグレーをかけたんで、なんかこれと全然違うんですよね、イメージがね。なんか不思議な色になりましてね。で去年12月にフランスのパリに行って、ちょうどいい時っていうかね、そんなん始まる前だからね、大丈夫です。今なんかそんなんとってもね、もう行けないでしょうし、物理的に封鎖かなんかしてるかもしれないし。